おい、ネモちゃん、頼むよ。本番中だぜ。7年目の浮気。 フランス語で4月の魚っていう意味。エプリルフールの意味もあるよ。エプリルフール、この場合はお菓子の名前だよ。フランスでは昔から4月1日になると魚の形をしたお菓子を作って配る習慣があるんだ。そもそも4月1日ってのは、もしもし、はい、急いでるんですけど。あ、すいません。 夏の夢よ、このまま覚める。
Yeah.